さあ、皆様こんにちは。 N 予備校英文読解講師の中木翔太郎です。さて、ロケに来ましたシリーズパート2となります。さて、今回の文章これですね。 Our hotel commands Wakkanai North Breakwater Dome なんですが、まあね、もうね、この例文が示す通りでございますよ。やってまいりました、日本の最北端、ね、最北の地、北海道稚内市ね、僕の愛してやまない町でございますね。ちょっとお見せしましょう。よいしょ。私の宿から奥に見える、この見えますかね、このね、今真ん中にあるやつですが、これが稚内北防波堤ドームという、まあ防波堤なんですね。非常に美しいんですよ、これがね。で、ここの海、さあ、これが、いわゆる、なんだ、日本最北の海。で、ここにうっすら陸地見えるの分かりますかね？真ん中のちょい上あたりですね。これが要は宗谷岬ですね。岬はこの辺かな？この先っちょぐらいですね。この辺か。うん、結構距離あります。この辺からまあ2、30キロ向こうかな。うん。で、日本最北端。そしてこの、海の遥か彼方には、サハリンですよね。ロシアの地がね、向こうにはね、待ってるわけですね。そうなんですよ。という、こうね、日本の最北端の町、ね、稚内市から今日お届けしていますが、これですね。で、今回の文章ってまさにこれを言ってるんですね。我々のホテルからは、稚内北防波堤ドームが見えますよって言ってるんですよ。まあ、簡単に言えば、よいしょ、ちょっと戻しますね。慣れない作業ですいません。よいしょ。OK か。うん。そう、これ、まあ、言ってることは本当に簡単でね、そう、我々のホテルからね、そのね、北防波堤ドームが見えますよって言ってるんだけど、動詞コマンドなんですが、これはコマンドって、これ結構いろんな使い方意味表しますよね。例えば命令するね、ほらコマンドを出すっていう、まさにあれです、命令するとかさ、あとはなんだあれか、例えば彼は三角国語を話せる。三角国語ね、ペラペラ出る。これさ、he commands three languages。ね、he commands three languages って言ったりする。ね。だとか今回みたいに、いや、うちのホテルからね、稚内北防波堤ドームが見えるんですよって、ね、まあなんかね、結構バラバラの意味を表しそうな感じなんですが、コマンド。簡単です。コマンドは絵で表します。はい。S コマンド O。これ、絵で表したらこうなります。ドン。これ S さん。これ O さん。S さんが O さんを上から見下ろしてる感じ。S さんが O さんを上、S さんが O さんを上から見下ろしてる感じ。これはコマンド。うん。ってなったら、ほら、命令。命令ってまさにこれでしょうね。要は、目上の人間が目下の人間に命令を、まさにほら、下す。ほら、下すって下でしょうね。まさに下すだよね。そう、まさにこれ命令の上ね。あとほら、三角語を話せるって要はこういうこと。これが彼。これが三つの国の言葉。要は彼が三つの国の言葉をもう上から見下ろしている。要は全体像がちゃんと見えてる。すべてはね、わしの手中にあるって感じでしょうね。そうね、こっから三角語を話せるってなるね。で、今回の文はもうまさにこれだよね。これが Our Hotel。これが北防波堤ドームね。まさに見下ろせるね。こうやって見えるよって、こういう意味にもなるのが分かりますよね。でしょ？イメージしやすいよね。コマンドはぜひこの上でね。そう、S が O を上から見下ろす。こんな絵で捉えてくださいね。はい。時間がなんかちょっとまだありそうなんで、せっかくなんでちょっとね、観光案内でもね、しましょうかね。せっかくだからね。はい。興味なかったらもういいです、別に。はい。そう。日本の最北端でございますよね。で、日本最北の駅、稚内駅は、このね、こっちですね。見えないな。この今真ん中辺にあるんでさ、見えませんね。ここに駅があるんですね。で、実は昔はこの稚内駅から、ここまで電車があったらしいんですよね。で、このドームの、この今前道になってる、この前の道のところに駅があったらしいんですよ。で、この北防波堤ドーム、これはまあ要はね、そのホームね、そのホームにこの波がかかるのを避けるためにね、うん、作られたっていう、そんな歴史があるようですね。そうなんですよね。うん、まあね、こんなね、ね、まあちょっとしたこう、プチ情報ですね。
ね、人生には何の役にも立ちませんが、なプチ情報を交えながら今日お届けしているわけですが、いやー、このね、海、今日は静かですね。風が弱いんで、ここ年中風強いんですけどね、本当にこの風がまたね、非常に気持ちいいんですよ。なかなか、こう観光地としてはね、そんなにこうメジャーなとこではないと思うんですが、あれ、わかんない。ないと思うんですが、うん、もしね、皆様ね、興味を持っていただけたらね、ぜひともね、一度足を伸ばしていただければと思いますね。アクセスは決して、まあ、良くはないですけども、でも、東京から稚内、飛行機飛んでますからね、うん、1時間半ぐらいかな、ね、もうちょいかかったかな、うん。で、意外とだからそういう意味では、決して遠くはないんでね、ぜひともお越しくださいませ。はい。てなわけで、本日は、マイタウン、稚内からお届けしました。またね。